若者は体力があって、お年寄りは知識と経験が豊富。せやからどっちもどっちや。そういえば、今年で夫婦生活も50年目だな。ええ、一年一年、ただ前を向いて過ごしていたら、いつしか50年も経ってたわ。50年?そんな大事な日なのか?50年前、母さんが俺を追いかけてた頃が懐かしい。もう何でたらめ言ってんのよ。あなたが私のことを追いかけてたんじゃない。そうだったか。まあとにかく50年前の長野原花火大会で俺は母さんに結婚を申し込んだんだ。そして今こうして一緒に過ごしてる。本当は結婚を申し込む勇気がなくて、不安な気持ちのまま長野原に花火を頼んだんだ。花火が打ち上げられた瞬間も、どんな言葉でこの気持ちを伝えたらいいのかわからなかった。でも空に花火が咲いて彼女の横顔を眺めていたら、その目に映る光がキラキラと綺麗で、気づいたら自然と言葉が出ていた。そして幸いなことに俺の申し込みを受け入れてくれた。この50年長いようで短かったわ。あっという間だったわね。共に歩んできたこの50年、ちゃんとお祝いしないと。50年の節目やって知ってたら、もっと豪華な花火を用意しとったのに。大丈夫よ、昔のままの花火で十分。毎年花火大会で同じものを見てきたから、逆にそれじゃないと寂しいわ。花火を見るとあの日のことがよみがえるの。こんなおばあちゃんになったけど、過去の自分の判断に一度も後悔なんてしたことない。本当に仲がいいんだな。お兄ちゃん。